はい、こんにちは。それじゃあ続きやっていきましょう。出会い、ちょっと火が開いたんだよな。何するんだっけ。ノートが見つかってないのか。オッケー、探そう。この人とか話しかけたんだっけ。歴史の研究をしている。特に神社のことを調べているんだよ。研究の違いがありそう。なるほど、なんか研究結果とか知りたいな俺も。あとはこの人は、あ、コイン、あ、こっちじゃなかった、こっちよ。絵馬を眺めるのが趣味なんじゃよ。ほれ見てごらん、いい趣味してんな。なんか趣味悪くない？みんなそれぞれこんなにたくさん思いを抱えて生きておるんじゃな。これがみんな叶えばいいのに。あ、いいおじいさんだった。なんか人の願い見て嘲笑ってるクソ野郎かと思ったけど、そんなことなかったや。疲れた。石田を登るのも年々辛くなるわ。あの、何かしら。のぞみっていう女の子を探しているのですが、知りませんよね。のぞみちゃん、いいえ、知らないわね。知らねえか。そうですよね。お友達？ええ、あ、まあ、そんなような。おばさんは知らないけれど、子供のことなら子供に聞いてみたらいいんじゃない？え、知ってるかな？だってここ多分小さい村でしょ？小さい村ってなんか、ねえ、その近所の情報とか全部知ってる感じがするんだけどな、大人の人は。そろそろ夕方になるから、子供たちが駄菓子屋に集まる時間だから行ってみたら？あ、駄菓子屋あったね。あの、タバコ売ってるところ？なるほど。駄菓子屋さんは三丁目に行って、小学校の横の道の先にあるわよ。あ、あれ、あそこじゃないのか。あれ、単純にタバコ屋ってだけか。ありがとうございます。行ってみます。いいえ、どういたしまして。駄菓子屋に行ってみるか。まあ、ちょっといろいろ探索しよう。この辺探索してないもんね、多分。コインじゃない？あ、違う。何これ。ぴょんぴょん。あー、なんか、押すとぴょくぴょく跳ねるカエルじゃない？多分。図鑑の、これか。そうだね。これぴょこぴょこ跳ねるやつだね。こっちに失敗して、そうだったかな？覚えてんねんな。俺こんな、遊んだかな？お嬢ちゃん。猫かわいいよね、猫。駅舎さん、こいつ確か無能だった気がするんだよな。なんか、ヒントっつうか、ほんとヘルプだったからな。あとコインが1枚あるんだっけ？あ、裏回れる。ぐるぐる回れるけど。わー、綺麗！すげー綺麗！めちゃめちゃいい空。お、そんなとこ登っていいのか？こっちは？あの、タイムマシーンがあったところ。舞台、なんか、舞やってる？神楽？なんだい君は。あまり勝手に入ってこないわ。すいません。神主さん。調べられる。なんだこれ。なんか書いてない。UFO を呼ぶ呪文。何それ？ UFO を呼ぶ呪文。もう一回、調べられる。すげえ、コイン6枚も見つけた。わ、すげえ、綺麗。めっちゃ綺麗。何これ。で、UFO を呼ぶ呪文？ここで UFO を呼べるのか？ UFO を呼ぶ呪文。これか。ベントラ、スペース、ピープルと書かれたメモ。声に出して読んじゃダメだよ。UFO 来ちゃう。俺めちゃめちゃ声に出して読んだよ。UFO 来んのか？まあでも俺も UFO に連れ去られたっていう噂があるから、UFO なんか怖くねえよな。じゃあ駄菓子屋行ってみるか。駄菓子屋か。駄菓子屋ってでも田舎今もあるのかな？都会の方がね、駄菓子屋あるイメージ。これ前話してたかな、なんかで。か都会のね、方が駄菓子屋とかって、あるイメージなのよ。反対だ。私は大反対だよ。何の話かって、消費税の導入に決まってるだろ？なぜ 3% も、え？この時代消費税なかったんだ。今 10% だよ。ねえ、なんか 5% とか 8% とかあったような気もするけど、
10% だよ。 3% は知らんな俺。かろうじて 5% とかじゃなかったっけ、俺の子供の頃ってってぐらい。7% とか 8% だっけ。あ、これ聞いた。ごめんおまわりさん、くるくるさせちゃってごめんな。どうだったかな、覚えてねえな。でももう 10% だよね今確か。いつも元気な黄色いガキが出入りしてるな。息子か、ありゃガキ言うな。おか、早くさっぱりしたいぜ。体中汗だくだ。あー、財布忘れた。この時代って一家に一台お風呂ない、そんなことないよな。多分銭湯がみんなの癒しの場とかなんだろうな。どうした坊主、まだ準備中だぞ。おでん屋の親父、あ、おでんの屋台なんだ。へえ。こっちか、行ってみるか、駄菓子屋。うん、おもちゃ。わ、すごい、なんか。懐かしいのかな。俺、生まれてねえからな。なにこれ、ケロットな。ケロットな、古い薬。これ大丈夫？合法のやつ？だから昭和はさ、今では、こう、違法の薬物も、合法だったとか、なんとか聞くもんな。大丈夫なやつなんか？独特のデザインセンスが光る咳止め。薬なのに見てるとなぜか不安になる。ケロッとしたおけで宣伝されてるのは実はこいつ。あ、そうなんだ。なんかあの、ケロヨンみたいな、カエルの洗面器あるけど、よく。薬の宣伝してたんだ、あれ。うわぁ、なんか、カレー？いいなぁ、なんかこのさ、昭和の街並みでカレーって聞くと、しんちゃんの映画思い出すけどさ。いいよなぁ、なんか。あー、いいなぁ。俺も今晩カレーにしようかな。朝カレー食ったけど。朝めちゃめちゃレトルトのカレー食ったけど。ん？ブラウン管テレビ。今、デジタルテレビとかだもんな。ブラウン管テレビっつんだ。どこ行った？これか。壁にかけるなど考えもつかない代物。チャンネルを回すと言わなくなってから、行く星付きかな。なんとかこう、スイッチとやつまみとかついたものがなくて寂しいですよね。なんか、まるちゃんとかで見たことあるな。つまみを回すと、チャンネルが切り替わるから、チャンネルを回すって言うんでしょ？うん。なんか、情報が全部アニメだな。時代はパソコンなんだよ。洗濯機なんか売ってる場合じゃないんだ。あ、まあ確かにパソコンだね。でもこの時代って、ネット通信とかできるのかな？洗濯機かっけえ。だって光とかないもんね、多分。何なんだろう。電話線かな？電話線をネットに繋ぐのかな？早くバイトしてお金を貯めないと、あのバイクが売れてしまう。売れてしまうじゃない、売れてしまう。あとどれぐらい働けば。バイク、盗んだバイクで走り出すってやつじゃん。あ、小学校だ。入れる？さすがにダメか。お嬢ちゃん、この道の先に駄菓子屋があるよ。あ、そうなんだ。じゃあ行こうか。ここだが、わ、すげえ駄菓子屋って感じするな。はぁ、あ。疲れたな。すっかり日が暮れちゃった。駄菓子屋には子供が集まるって言っていたな。そういえば、何か聞ければいいけど。おばあちゃん、来たよ。お菓子だよな、あれ。なんだろう。お腹減ったな。のぞみちゃん探しより前に何か食べたいな。でも、お金持ってないしな。10円があるんじゃない？いや、違うぞ。さっきの10円があるじゃないか。ねえ。でも、10円で足りるかな？大丈夫。駄菓子屋は10円から買えるんだよ。なあ、ちょっと待ってな、おばあちゃん。ポチか？ポチじゃねえか。お前、未来で俺と友達になったんだよな。覚えてるか、ポチ。なんだこれ、ルービックキューブじゃない？
四角いキューブ。こっちは？ああ、なんかあったな。このじゃんけんマシーンじゃない？なんか古いゲームセンターとかにあった気がするぞ。これ、錆びれた。これは？自由自在に回転できる六面体。かつて一世を風靡し、みんなして回してた。正直言って揃えられる奴がいるのかが、今でも信じられない。確かに、一面は揃えれるんだよね、俺も。機械とじゃんけんをする。ただそれだけのシンプルな遊具。機械が本気を出したら絶対勝てないのと無事なので。じゃあ、ランダムですから。うん。ただランダムで、じゃんけんしてるからね、あいつ。じゃんけんぽん。スカーみたいなやつでしょ？うん、知ってるよ。ちゃんとランダムだから。何これ？10円ゲーム機？何それ？どこだ？これか。10円を投入して、それをレバーで弾いて、ゴールまで運んでいくというゲーム。成功すると20円分の商品券とか出る。あー、なるほど。うまいこと弾いて、穴があるのかな？これ。止めれるのか。これ穴があって、穴に10円玉を落とさないように、登っていくのかな？下っていくのかわからんけど、うまいことゴールに持っていけばいいのか。成功すると20円なんだ。100円ぐらいくれても良さそうなんだけど、簡単なのかな、これ。坊主、これ簡単か？ゲームやりたいな。タダでできればいいのにな。いつかそんな時代な。なってる。今、まさによ。このゲームも元はフリーゲームというかアプリだったもん。いや、なってるよ、お前。あと30年後にはなってるから頑張れ。おばあちゃん。ババア。ババアでいいのか、こいつは。はいよ、いらっしゃい。10円で買えるものってありますか？10円しか持ってないのかい？はい。仕方ないね。じゃああんた、ちょっと運を試してみる気はないかい？うん。何？運って。運を試す？ん？みんな、これが最新型の夢を売るマシーンだよ。それガチャポンじゃない？ガチャガチャだ。そこそこの当たりが出れば、なんか腹に溜まるものが出てくるかもしれんぞ。当たり？本当ですか？でも、これに食べ物が？あれかな？なんか番号札とかが書いてて、みたいな感じなのかな？その番号札と交換できるみたいな。なんじゃ、私は嘘をつくような女に見えるかい？まあ、見えねえけど、女、まあ、女ってところにちょっと俺は引っかかったけど、まあ、女か。ババアなんだよな、だって。入っとるのは番号札だよ。持ってくれば、私は景品をくれてやるって仕掛けじゃわい。なるほど。じゃあ、交換表をちゃんと見せてくれるよな、ばあちゃん。なんか出た番号でさ、本当は、これ、いいやつ、スーパーボールとかもらえるけど、ちょっともったいねえな、みたいな感じでさ、やらねえよな、そういうエコひいきじゃないけど、ずる。なるほど。今日は特別にその10円でやらせてやるよ。貧しい、哀れな子に免じてねえ。言い方きついけど、あざす。そっか、一回100円とかなんかな、ガチャガチャ。ほれ、ガチャっと回してみんかい。男は度胸じゃ。ガチャガチャっと回してみますか？はい。じゃあ回してみるか。なんか騙されてそうな感じするけど。よし。悩んでいても仕方ないや。じゃあ、これを回してっと。どれどれ？カプセルが出てきたぞ。あ、ほんとだ。中に番号が入ってる。何番じゃ？4番です。お、いいんじゃない？なんかね、何？ん？一桁は当たりっぽいよ。なかなか強運じゃないか。ん？
おい、持っていきな。あ、え、これ、うまい棒じゃない？おいしい棒。これ、10円じゃないの？え、これ10円じゃない？ってことは、めちゃめちゃ詐欺してねえか、ばあちゃん。本来、ガチャガチャが一回、何円かは知らんけど。おい、ばあ、お前。あ、やった、食べ物だ。でも、コンポタージュか、サラミが良かったな。コンポタ美味しいじゃん。贅沢言うんじゃないよ。まったく、近頃のガキときたら。おい、ばば、お前。さっきの10円は、今日だけの特別価格じゃからな。本来何円するのかは知らねえけど、お前。10円以上するんだろ？これはめちゃめちゃ外れじゃねえか。おい、ばば。まったく。毎回これじゃ、おまんまの食い上げじゃわい。正規の値段じゃん。本当は、いくらなんですか？そうよ、いくらよ、ババア、これ。コイン3枚じゃな。え、ああ、この、俺が集めてるコイン？そのコインって、日本円にすると何円なんだ？コイン？ガチャガチャについて、駄菓子屋さんをはじめ街中の3カ所にガチャがあります。はい。3カ所のガチャガチャにはそれぞれ別のものが入っています。ガチャガチャを回すにはコインが3枚必要ですが、ダブリは一切ありません。なるほど。あ、コレクションを集めれるのか。なるほどね。あれ？これって、なんじゃ、返品なら受け付けんぞ。あ、気づいた？これ、元から10円じゃん。ち、そこに気づけた。お、ばばあ、お前。騙された？騙しておらんぞ。人聞きの悪い。お、ばばあ、お前。まあでも、コイン3枚っていうのは良心的なのか？やかしはおごったり、ちょ、ガチャってみるか。やってみるか。はい。よーし。なんか知ってるの来い。ばば、これ。なにこれ。あんず飴じゃない？違うの？あんずの棒？なそれ。あんずの棒って何？あ、じゃあ一回、あ、もう一回やっとくか。よし、回しとこう。あんずの棒の方が高いんじゃない？うわ、大当たりじゃん！ホームランバーじゃないこれ。あ、違うのかな？ホームランバーじゃないのかな？そうだね。まあ、もうちょい回せるけど、とりあえずこの辺にしとくか。他にもガチャがあるらしいからな。これがうまい棒。駄菓子の王様。昔も10円。今も10円。あゆまの企業努力でお値段据え置き。港はサラミ派。未来はコンポタ派。あ、そうなんだ。今も10円なのかな？ 11 円とか12円に値上がりするとか、なんとか。聞いたような。あ、そうか。消費税入れたら11円か。なるほどね。俺はね、あのね、てるのかな？なんかメジャーじゃない気がするんだけど、チョコ派、チョコのうまい棒あるの知ってる？ちょっとちっちゃいんだけど、他のうまい棒より。めちゃめちゃ美味しいのよ。多分、知らない人が多いかもしんない。あんまり見ないよね、チョコのうまい棒。あとなんだっけ？あ、これか。日本初の当たり付きアイス。あ、そうなんだ。まあ、らしいけどね。チーズっぽい。でもなんかこの銀紙に包まれてるとうまそうに見えるな。なんかあの銀紙めくるのとかすげえ楽しそう。ちょっと買いに行こうかな、ホームランバー。あるかな、ホームランバー。あんずのお菓子。そのまま食べても美味しいけれど、凍らせて食べると異次元の美味しさ。へえ、そうなんだ。あの、チューペットみたいな感じかな。チューペットっていうのかな。あの、チューアイスみたいな。チューチューアイスではねえな、きっと。うん。どうしよう。あ。
ねえ、ババ、あのプラモ入荷した？誰がババアだ、このガキ。よしねえ、こてつったら、もう。なんだ、まだなの？いつになったら買えるんだよ。うるさいね、金は持ってるんだろうね。持ってるよ。夏休み中、風呂掃除を手伝って、汗水垂らして貯めたんだ。ああ、そうかいな。いい身分じゃな、子供は。風呂掃除くらいで。なんだと？うちの風呂でっかいんだぞ。銭湯なんだから。あ、これがなんか出入りしてるっていう黄色いガキか。ねえ、こてつ。なんだよ、渡る。あの子さ、ほら、さっき話しただろ？あ、誰だっけ？うん、なんでも忘れちゃうんだから、こてつは。これあれか、こっちに来た時に出会った男の子かな。君、昼間に神社で会ったよね。なんだ、友達か、渡る。いや、違うんだ。さっき、一度だけ、ね。そっか。こいつは渡る。俺はこてつって言うんだ。僕はみなと。みなとか、よろしくな。君さ、大丈夫？なんだか気になってさ。君、もしかして、迷子じゃないの？迷子なのかな？おいおい、そんなわけないだろ。見たところ、俺だと同い年くらいだろ。もう迷子になんてならないよな。あれ？違うんだ。実は僕、人を探していたさ。人？のぞみっていう女の子、知らないよね。あ、知ってる？お前、どうしてのぞみのことを知ってるんだ？え？君、うちの学校じゃないよね。なぜ知ってる？ん？それは、しまった。知り合いだったのか？でも、これはチャンスだぞ。こういう時は、あっこに報告だ！え？ドンに報告すんの？何なんだ？一体。え？何？あっこって、誰だ？俺も一人しか知らない。あ、でも、神社の一人娘というか、巫女服の子、あっことかだっけ？俺歌の人しか知らんけど。行くか。え？どういうことだ？なんであんなに慌ててるんだ？あ、わたるくんじゃない？あ、いたよ。あ、これ、この子、あっこちゃんじゃない？あ、やっぱりこの子ね。前に神社で会った。探してたのよ。みなとって言うんだって、あっこ。そっか。はじめまして、みなと。二度目だよね。うるさいわね。ちょっと聞きたいことがあるのよ、あんたに。何？これ、何かしら？え？あ、ノート。そのノート。七不思議ノート。ずいぶん変なものを持ってるじゃない？何より気になるのは、返してよそれ。大事なものなんだ。失礼ね。拾ってあげたんじゃない。後で返すわよ。やべ、見られた？やばい。最後のページを見られたら。こんなの信用しないって誰も。
子供の妄言としか思わんて。何なのかしら、このノート。もっとよく見てみなくっちゃ。そんなことよりあっこ、のぞみのことの方が。あ、そうだったわ。見なさいよ、このページ。のぞみという少女を探せ。そして、七不思議を解け。何よ、これ。何のいたずら？それとも、誰かの差し金なの？ん？うわぁ、めっちゃ山出てってる。もうダメだ。どういうこと？差し金？みなと、あんたなんでのぞみのことを知ってるのよ。ん？どういうことだ？え、なんでって。どうしよう。この子たち、のぞみの知り合いなんだ。なんとかして、のぞみのことを教えてもらわないと。別にだってさ、なんかその、ね、親戚とかかもしれないじゃん。なんでこんなに、なんで知ってるのみたいな感じになってるんだ。でも、下手なこと言ったらノートが、くそ、大ピンチだ。なんて答えよう。適当、泣いてみる泣いてみるか。って。ダメだ。僕そんな器用じゃなかった。ダメだよ。コナン君ばりに演技しないと。なんて答えよう。適当にごまかす？何言ってるの？別に知り合いとかそういうんじゃ。早く答えなさいよ。なんだ、この帝王みたいな態度は。あれ？もしかして本当に芸能界のドンなんか？じゃあ本当のこと言うの？実は。いや、言えるわけないぞ。実は未来から来ました、なんて。でもダメだ。何も思いつかない。もう本当に泣きそうだ。なんて答え、兄です？兄です。え？お兄さん？そんな口から出まかせよ。なんだよ、兄って。だ、もうおしまいだ。あれ？でも、言われてみたら、似てるかも。似てるの？そうなの？でも、全然年上に見えないわ。確かに。双子なんです。二卵性の。大丈夫かな、こんなんで。なるほど。通用するのか？どうなんだ、大丈夫なんか？でも、聞いたことないわよ。お兄さんがいるなんて。そういうの、語らないタイプだから、あの子は。確かに。当たった？探してるのね、のぞみのこと。そうなんだ。それは、まあ、仕方ないよね。ん？なんだろう？やばい、気になるな。どういうことなんだろう？ねえ、みなと、じゃあさ、あなた、お母さんに言われてきたの？お母さんに？違うと思うよ。本当に？本当。君は、のぞみの味方？味方？どうなのよ、大切なことよ。もちろん味方さ、妹なんだから。なんか虐待されてるとかなんか？どう思う？当たる。なんだか変な気がするけど、それは考えすぎなのかな。でも、嘘じゃないんじゃないかな。めちゃめちゃ嘘ついてます。ごめん。どうして？だって、確かにちょっと、のぞみと似てる人思うし、そもそも。そんなバカな嘘、つくわけないよね。めちゃめちゃついてます。ガーン。確かにそうね。当たる？じゃあ、ミナと案内してくれる？アジトまで。
いいのかい？うん。私は先に行って、こてつとのぞみに話しておくから。のぞみ、ついに会えるのか？わかった。でも先に話されると、ダメなんじゃない？乗り切った。何？いや、こっちの話。気になるな。時間がいい感じだけど行こう。気になるもん。じゃあさ、案内するよ、のぞみのところに。本当かい？うん。どこにいるの？すぐそこ、学校の体育倉庫さ。体育倉庫？そこが秘密基地ってことか。そう、そこが秘密のアジトなんだ、僕たちの。ついてきて、こっちだよ。行くか。なんででもそんな見方とかさ、変じゃない？なんか学校か。なんだか簡単に入れちゃったぞ。昔って不用心だったんだな。さて、体育倉庫ってこの辺りだよね。目の前にいるもんな。ちょっとだけ探索するか。ん？何これ？何これ？曲がったスプーン。なんでそんなものがこんなところに？曲がったスプーン、これか。一世を風靡した超能力者の影響でどこの学校でも給食のスプーンがこんな扱いされてしまった。怒られるからやめよう。そうなんだ。スプーン曲げ誰だろう。ミスターマリックか。いや違うよな、多分ユリゲラーとかか。なんかユリゲラーはユンゲラーつながりで聞いたことあるけど、これは学習帳。お、ジャポニカじゃない？なんかジャポニカ学習帳とかじゃない？多分そうだろう。なんか見たことあるぞ、このカブトムシのやつ。今見ても心ときめく学習帳、自由帳なんて素敵な、自由帳なんて素敵な言葉だろう。虫が気持ち悪いというお母様方の声で一時期虫の表紙はなくなったらしい。そうなんだ。俺使ってないかな。俺使ったかな。そんななんかジャポニカ学習帳みたいなやつ覚えてないな。その辺のノートじゃなかったかな。ルーズリーフ、いや小学校ルーズリーフないか。なんだろう、覚えてない。いや俺使ったのかな。結構広いな。うん、これ以上行くとちょっと時間かかりそうだけど、まあいっか、こっち行こう。なし、進めよう。あ、来たね。中でみんな待ってるよ。さあ、中に入って。もうみんな、もうみんな待ってるよ。あれ？あ、これアッコか。お、来たな。ようこそ、私たちの秘密基地へ。あれ、のぞみは？ちょっと前に出てった便所だろ、きっと。すれ違いかよ。ちょうどよかったわ。ねえ、みなと。改めて聞きたいんだけど。何？このノートのことよ。あ、ノート。忘れてた。七不思議ノート。変わったもの持ってるのね。返してってば。これ。どこで手に入れたのよ。それは言えないよ。言っても信じてもらえないもんな。ふーん。題して鏡町の七不思議。いい？読み上げるわよ。読み上げなくていいよ。それ、お化け電車。これ前回ちょっとそれっぽい描写があったんだよな。女湯の会、死体が埋まってるってやつね。学校のカッパ、これはただのカッパがいるって話だったかな。
土の子、これも土の子がいるって話だよな。口先のな、これはね、なんか追いかけてくるんだったと思う。で、なんかのぞみちゃんがどうのこうのとかあった気がする。で、七不思議の音。あれ？まれびと様は？うおー、なんだそれ？面白そうじゃねえか。ちょっと待って。今6番目を飛ばせなかった？あら？そうだったかしら？おほほ。俺、聞いたことあるぜ。この町の七不思議の噂、昔からあるらしいな。僕も、謎を全部解くと呪われるとか。そうか？俺は何かいいことがあるって聞いたぞ。いい加減なのよ。どうせ迷信に決まってるし。内容だって人によって言うことが違うみたいよ。そうなんだ。7番目の七不思議ノートって、その音自体のことだろ？確かにインチキくせえな。それから最後にね、とっておきのことが書いてあるわよ。おー、なんだなんだ？あ、やべえ、そこまで読んじゃった？あ、そっちが、七不思議をすべて解けば必ず願いが叶う。マジかよ。こりゃやるしかないぜ。面白そうだね。ねえ、こういうの、小学校、いや、今見つけても俺ワクワクするかもしんねえ。この年になってもそんな七不思議ノート見つけたら、ワクワクして解き明かすかもしんねえ。あれ？まだ何か書いてあるな。ちょっと、それ以上読まないで。最後に忠告。このノートはむやみに他人に見せないこと。あ、そんなこと書いてたかもしんねえ。あれ？ごめん、もう読んじゃった。でへ。もう返してもらうからね。はいはい、お返ししますよ。さてと。まあ、ノートの話はこの辺にしましょうか。ところで遅いわね、のぞみったら。トイレに行ったんだよね。そうだと思うぞ。別に何も言ってなかったけど。しかし、女ってどうしてどこ行くにも、大荷物なのかね。ん？え？のぞみの荷物がなくなってる。全部持ってったんだ。ん？なんで早く言わないの？バカ。いや、ほんとお前、まぬけじゃねえか、クソバカ。なんだと？どういうこと？あの子、出て行っちゃったのかも。もうすぐ夜になっちゃうのに、探しに行かなきゃ。おい、クソ者、行くぞ、お前も。そんな、ようやくのぞみを見つけたと思ったのに。え、でもなんで出て行ったんだろう？なんて、善と多難なんだ。何も収穫がないまま、半日が過ぎてしまった。残された時間は、あと、66時間。おわ、いいぞ。なんか、終わり方も面白いじゃねえか。なんで出て行ったんだろう。はい、というわけで、こちら、今回は終了となります。というわけで、また次回。続き気になると思いますので、よかったら見に来てください。それじゃあご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。